皆さんこんにちは、ルイです。ついにダンクロ始まりましたね。今回は引き直しのガチャの終了目安について話していきたいと思います。注意点が一つあって、終了目安なんですけど、現時点での評価で判断しています。キャラを長く使用していく上で評価が変わる可能性があるんで注意してください。そしてその最新情報などをゲームに特化した SNS アプリ Peeps のダンクログループにて発信していきます。ダンクロをプレイする皆さんと協力して攻略情報やキャラやアシストの組み合わせなど様々な情報を共有していくんで、スタートダッシュしたい方や強いキャラが知りたい方、フレンドやファミリアを募集したい方はぜひ参加してみてください。概要欄にある Peeps のリンクから参加することができます。それでは本題に戻って、まず引き直しガチャができるようになるには、ストーリーの第4話怪我人なんだからをクリアする必要があります。ここまで早く到達したい人は順番にこなしていくとトレーニングに向かわされると思うんですけど、トレーニングは一旦スルーしてストーリーを進めていき、トレーニング2だけをクリアしてヤマトをゲットして編成すれば、他のトレーニングを行わなくてもストーリーを進めてバトル後の強敵も倒せるんで、早くガチャまでたどり着くことができます。ガチャは引き直しガチャになっていて、自分が満足するまでガチャを引き直せるようになっていますね。めちゃくちゃ良心的ですよね。そして終了目安についてなんですけど、ダンクロのガチャは冒険者、いわゆる操作キャラですね、そしてアシストとシーンカードの3種類がランダムに排出される方式のガチャになっています。ガチャ結果画面にて引き直すを選択すれば何度でも引き直すことができるんですけど、間違えて確定するを選択してしまうと再度ガチャを引くことができなくなるんで注意してください。なので引き直しではメインキャラである冒険者を優先して狙っていきたいですね。アシストやシーンカードは補助スキルやパッシブスキルを持っている装備アイテムみたいなものだと思ってください。さらにアシストに関しては事前登録者数100万人突破の報酬でアシスト確定ガチャチケットをもらえるんで、リセマラでは無理に厳選しなくていいと思います。そして気になる引き直しの終了ラインについてなんですけど、冒険者の最高リアリティである UR は 1.5% の確率になっています。引き直しガチャで UR の冒険者を3体以上確保したら引き直しを終了してもいいと思います。理想は UR 冒険者3体以上で、さらにアシストの UR またはシーンカードの UR が1枚以上あると最高ですね。細かく言うと、冒険者の中でもアタッカーやヒーラー、ディフェンダーなど様々なロールがあるんですけど、アタッカー、ヒーラー、ディフェンダーを各1体ずつ引けることが理想ですね。序盤はアタッカーだけでどうにかなるかもしれませんが、こういったゲームは後半や難しいクエストはディフェンダーとヒーラーがかなり重要になってくることが多いです。長い目で見るならヒーラーとディフェンダーを含む冒険者3人以上が出るまで何度も引き直ししていきましょう。そして妥協ラインとしましては、UR 冒険者2体とアシストまたはシーンカードの UR が出た場合ですね。やはり戦闘時はキャラクターチェンジもできるんで UR 冒険者がたくさんいる方が楽に進められると思うんですが、引き直しにそんなに時間をかけたくないっていう人は UR 冒険者2体と UR アシストやシーンカードで始めても問題はないと思います。 UR アシストだけ引けたり UR シーンカードとアシストを一緒に引けたとしても、メインキャラがいないと序盤ではあまり恩恵がないんで、この2パターン以外の場合は何度も引き直ししていきましょう。そして注意点が2つあって、冒険者、アシスト、シーンカードとそれぞれ UR があるんで、 UR が3枚以上当たったからといってよく見ないで引き直しを終了してしまうと、冒険者が1人もいなかったなんてことになってしまうんで、 UR が当たった際はしっかり何が出たか確認していきましょう。そしてもう一つは、このゲームの魔法石は無課金で1ヶ月でどれぐらい貯められるかまだわからない状況になっているんで、できる限り引き直しはいい結果で始めた方がいいと思います。後から後悔したくないって人はとにかく粘って UR 冒険者3体以上引くまで引き直し頑張っていきましょう。個人的には
リュウさんとベルとフィンの3体で始めたいなと思ってたんですけど、やっぱりヒーラーとディフェンダー枠が必要ってなってきたら、自分が欲しい推しキャラだけで始めるのはちょっと心もとないかなと思うんで、最強のパーティー編成を作れるようにアタッカーのみに絞らず何度も引き直ししていこうと思っています。1体は確定枠で UR が出てくれるんで、それまでにどれだけ UR の冒険者が引けるかが問題ですね。フィン1体、この右下の枠がおそらく確定枠ですね。引き直します。スキップしちゃいます。お、これは UR 出た1体目、ベル引けた。ベルだけか。1体は引き直しです。 UR が4枚、5枚出た時は UR の冒険者が少なくても個人的には始めてもいいかなと思っています。ただ序盤をスムーズにクリアするのは絶対冒険者が3体揃っていた方が早いと思うんで、 UR 冒険者3体揃えるのが理想ですね。アイシャ、なかなか2体以上出ないですね。アイシャのみ。お、 UR の新カードかな。さらに UR 冒険者ティオネ。お、これは熱いんじゃないか。 UR 冒険者2体、もう1体来い。あー、2体だった。ディフェンダー1体引けたんですけど、ちょっと冒険者2体なんで、ここも引き直ししようと思います。冒険者1人目ティオナ。ティオナ1体、これ何回でも引き直せるけど、自分の理想なかなか引き直せそうですね。今日1日は引き直しデーになりそうですね。リベリアさんからのフィン、これは熱い。最後にディフェンダーが引けたらもう確定。来い、頼む。あー、来なかった。サポートとアタッカー、あとはディフェンダーが引けてたら確定ですね。多分この縦のマークがディフェンダー、そして剣のマークがアタッカー、そしてこのひし形みたいなやつがサポートヒーラー枠だと思うんで、このマークで判断して引き直しガチャ皆さんも頑張ってみてください。最後にピープスというアプリについてなんですけど、このアプリは簡単に説明すると LINE グループのようなアプリになっています。チャットや音声通話ができるほか、自己紹介カードを使って自分が好きなゲームやそのゲームをどのようなモチベーションでプレイしているかなどを記載することが可能です。例えばガチでプレイしているならガチと記載しておく、まったりプレイならまったりなどと記載しておくと、フレンド募集やファミリアを募集する際にすごくわかりやすいですよね。他にもアバター機能やギフト機能といった楽しめる要素もたくさんあります。便利な点としてはすぐに始められる、個別チャットが可能、スレッド分けできてやり取りがしやすい、自己紹介カードで探している人材を見つけやすい、電話番号認証があるんで荒らし行為がほとんどない、こんな感じになっています。ダンクロの最新情報、攻略情報をみんなで共有していくグループになっているんで、ダンクロをプレイしていく方はぜひ参加してみてください。ダンクロはリセマラ大変かなと思っていたんですけど、まさかの最初のチュートリアルは少し長いものの、無限引き直しガチャができるのはかなり良かったですね。ただ無限に引けるからこそどこでやめるかがかなり難しいですね。とにかく先ほど紹介した終了目安を超えるまでは引き直しすることをお勧めします。また冒険者やアシストの評価が分かり次第ピープスや動画で更新していくんでお待ちください。ということで今回は引き直しの終了目安についての動画でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。